朗報、前田大然さんファンダイクルートに入った模様。ファンダイク、セルティック、サウサンプトン、リバプール。前田、セルティック、サウサンプトン、これファンダイクルート入ったな。サウサンプトンならセルティックの方が良くないか。前田の完成形って誰なんやろ。岡崎。あんなプレスするやつここ最近見ねえわ。前世紀ベイルみたいに局面一人でぶち抜いて決めるのが理想やな。この前の強奪してそのままゴールすんの良かったな。スターリング。そらカイトやろ。足の速いカイト。サウサンプトンって、元いた横浜 FC 以下だろ。今ってポゼッションサッカーじゃなくて鬼プレスが有効な時代なんやろ。最近得点もできてるし次のワールドカップもスタメンあるかもな。セルティックにいた方がマシだろ。セルティックにいたら古橋旗手の脇役扱いやぞ。レスターでバーディになれ。サウサンプトンはプレスエグいから前田大然は生きる。ウォードプラウズとの組み合わせ考えると古橋の方が合うけど。セインツあかんの？何がそんなにあかんの？オーナーが宇宙旅行計画とか言ってサッカーチームじゃなくて宇宙開発チームにしようとしてる気満々なのがね。オーナーがサッカーチームから宇宙研究機関にしようと目論んでるのがバレバレ。そんな微妙なチーム行くぐらいならセルティックでいいわ。これでプレミアに日本人3人目。最下位やが勝ち点的にはそこまで離れてへんから残留の可能性は全然あるやろ。まあ動くとも思えんが。サウサンプトン残留させるなら古橋より前田だよな。できるかは知らんけど。サウサンプトンならセルティックの方が上やろ。古橋ってそんな評価されんのか。にわかからすればすごそうなのに。すっとこにいるよりはいいだろ。活躍するかは別として。足元下手やしサッカー脳もないやん。体力あるだけ。ゴールデンレトリバーでも代役の効く選手。ゴールデンレトリバーになれる人間とかそれだけで価値あるやろ。そもそもすっとこって長いしてええんか。スコットランドリーグでプレイして能力上がるんかなと素人は思ってまう。ぶっちゃけプレミア2部の方がレベル高いやろ。ベンチで鬼プレス開始するの楽しみや。来季はチャンピオンシップ確定やん。降格最有力クラブに行くのはな。まあチャンピオンシップでもいい経験はできそうやけど。セルティックの方が全然強いぞ。サウサンプトンなら CL でクソ弱かったやん。